朝の仕掛けなんですけど、まあ今日はあの上かご、これですね。上かごで餌はオキアミボイル使ってます。で、あのハリスは朝一8号を使ってます。ちょっと平マッサージ掛けにしてはもうかなり細い方なんですけどね、食わせ優先でちょっと細仕掛けでやってます。まあハリス8号でも、ね、ある程度のサイズは取れますんでね。朝まず一発に来ましたよ。なんだこれは。浮いてこい、浮いてこい。なんだこいつは。なんだ。お、タイだ。タイだ。いいサイズ。なかなか良さげなサイズだ。ちょっと貼ってみましょう。あ、センチだ。はい、61です。61センチ来ました。
やったね、針外れるなよ。切らすだろこれ。うん、でっかい。やべえな、止まらねえ。取りてえ、これは取りてえ。5号竿がひん曲がっとる。こっち向け、頭こっち向け。うわ、これどこで止まれしようかな。下に移動します。ああ、針外れるなよ。頼むぞ。浮きが見えた。よし、もうちょっと、もうちょい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 。ああ、よし、ひらまったじゃん。おい、こっち来い。入った入った。よし、おめでとう。やったやった。イエスイエスイエス。やったよやったよ。上がろう。重たい重たい重たい。ヒラスです。よいしょ。何センチあるか測ってみましょうかね。うわ、かっこいい。切らす。よし、はい。フェラのとこがねえな。ですね、ずーっと来て、ずーっと来て、81センチ。やりました。
ー、できすぎてますね今日は。4時間かけて来た甲斐がありますよ。もうこんだけ釣れたらね、あのヒラマサとマダイが釣れたんで、もうこれで我が家の食卓はもう十分潤うんで、もう帰ってもいいんですけどね。まだ餌がたんまり余ってますんで、ちょっともう少し頑張って釣ってみます。Thank you.